冠婚葬祭ご助会で3社ほど葬祭部というところに所属させていただいて、18年間サラリーマンやってたんですね。ずっとその仕事を続けていく中でサラリーマン12年目30の時なんですね。まあ、その時所属してたあの会社が、端的な言い方をするとお金を持ってない方はうちで受けるんじゃない、どんどん死亡人口増えていくから普通にお金を持ってる方を相手しなさいっていうあの方針が打ち出されましてね、この仕事をしててどうしてもね、人の死を唯一売上利益追求していいビジネスとしてやってる商売っていうのはこの葬儀社しかなかったん で葬儀社の魅力どうしてもなくてはならない仕事であることも知ってたんで、それが僕の中でもどうしても許せなくてね、会社にあの逆らったといえば逆らって方針をどうしても変えてくださいってお願いしたんですけど、まあ、それが通らずに、その時ですね、もう漠然と僕はあの別に葬儀社の息子でもありませんし、あの親が資産家でもありませんので、ただこの業界のそのあり方、絶対人の死を扱う、そこに悲しみがあるっていう中で、わけだとはしちゃいけない仏様に対してね、それだけは絶対的なものだと思ってたのが覆されたんで、その時にもう漠然とですけど、あ、もうこれは自らあの独立してお金を持ってない方も、遺族が少なかろうが多かろうが、お金を持ってなかろうが持っていようが、同じようにそこに死があって仏様がある限りね、扱わなきゃいけないっていう思いで30の時にあの独立しようって思いました。後に読んだ本にですね、人間って人としてこう生まれたらもう無条件に4つのもの欲しがるんだそうです。それが愛されたい、褒められたい、役に立ちたい、認められたいっていうこの4つなんですね。でその4つが全てこの仕事にあったんですね。もう本当にあなた若いのに素晴らしいわねって褒められて、で何も知らないことを知ってるということで、大切な人を送る儀式をあの司るお手伝いすることをやったら、あなた本当に私たちに助けてくれてって役に立ってるわけですね。で人としても認めてくれてるんですね。若いのに素晴らしいね、本当にこんなあの人のために尽くす仕事をよく頑張ってやってるねって人としても認められて、あと最後にもう愛されるぐらいね、亡くなったのがおじいちゃん、おばあちゃんがいらっしゃ残ってらっしゃいました。そのおばあちゃんに、富安君、私もあなたにやってもらいたいから、私が死んだ時は絶対指名するから来てねって、いやもう孫にでも頼むかのようにそういう表現をしていただけて、まあ、後に知ったその人間として生まれたら欲する、無条件に欲する4つのものがこの仕事にはあったんですね。